んな集まってほっとして今日も部活があるのか。参ったって何が参るんだ。天川先輩に会えるというのに。あんたはいいだろうけどね。むしろ俺を連れて行け。行きたい人間が行くのが一番だろ。でもケンジ君に呼ばれてないし。え、私ひどいこと言っちゃった？いいのいいの、こいつだって部活があるんだから。部長、早く来てくださいよ。いや、俺は天川先輩のためなら剣を捨てても。おい君、こいつ連れてって。失礼します。さあ早く来てくださいよ。うわー、あんまりよく伸びるから。ふにゃふにゃふにゃ。さて、みんなも揃ったことだ。明日からの合宿の説明を始めるぞ。はーい。まずだ、今回の合宿には大きな目標がある。もちろん天文台の再建だ。うん、予算が。黙りなさい。そのためにいろいろ準備してきたでしょ。はーい。本格的に作業に入るからみんな心しておいてね。私たちだけでやるんですか？そうだよ。今年は新人が3人もいて助かるね。それでも少ないには違いないから、みんな逃げたら許さないよ。誰がそんな怖いこと。僕は弓道部。大丈夫、そっちには私が話をつけておくから。じゃ、作業内容で半分けしようか。まずチーム分けの確認をしよう。私とソラスケが天文台チーム、ケイとスバル、トモキが望遠鏡チームね。はい。土台は例の天文台を丸々流用する。あれって遺跡ですよね。もちろん。だからそう言ってるだろうが。ストップ、無理ですよ。なんで？下手すりゃ重要文化財物ですよ。いいじゃない、どうせ誰も使ってないんだし。そういう問題じゃねえ。もうあれを前提に設計図書いちゃったし。はあ、この上は黙っておけばバレないか。誰も使ってないんだし平気じゃない。だからそういう問題か。はい、じゃあこれを見なさい。これが私たちが作る天文台よ。どうだ、使
作りたくなってきたか？作れるかじゃない、作るんだ。でも、休みの間じゃ無理ですよね。年内には完成させる。さすが強引というか、無茶なだけです。この天文台の特徴は、まず模型のここを見なさい。棒がいっぱいついてます。そう、これは天文台の方向転換用。こっちの望遠鏡についてる変な滑車は何ですか？それは望遠鏡の角度を変えるよう。もちろん、それ専用の人員を配置しておくの。名付けて人民回転奉仕システム。やっかです。なんでよ。なんでも何も。もちろん。なんだよ、怠け者どもめ。多分奉仕させられて喜ぶ人そんなにいないと思います。そうそう、天文台のために働けるんだから光栄に思えばいいじゃないか。まさか。今すぐ設計を変えなさい。なんでよ。なんで嫌なの？当たり前だ。しょうがないな。じゃあ天文台労働者システムで。名前変えりゃいいって思ってんのが。おら、わがまま言うな。ったく、わがままばっかりなんだから。それじゃ自転車使って自家発電にすれば文句はないね。それなら、まあなんとか。じゃあそれ以外の特徴ってどんなのなんですか？そうね、まずまあいいか。え？いいかって、まだそのシステムのことしか聞いてません。わかれ。はい、合宿の説明するよ。待ってくださいよ部長、こっちは素人ばっかりなんですよ。 K がいるじゃない。は？僕？あとはお前たちの独創性に期待するわ。あ、じゃあ可愛いのにしようよ、たまちゃん。可愛い望遠鏡ってどんな？よし、今日はここまで。よっしゃ、終わった。これで本当に休みに入れるね。よかったよかった、肩の荷が下りたよ。うん、よし、打ち上げでもするか。たまには部長も良い提案をしますね。失礼な。いいね、いいね、船はあるくらい。何がですか？それじゃ、みんなで出かける？
打ち上げって言ったらまずは甘いものだよね。いいえ、まずはお好み焼きです。何それ、お祝いはケーキに決まってるの。日本人ならお好み焼きです。ともちゃん、ここはやっぱりケーキだよね。いいえ、お好み焼きです。とにかくケーキ以外考えらんない、この西洋かぶれ。わからずや。大体ですね。はいはい、喧嘩しないの。ちなみに私はケーキは譲らないからね。みんな、あんまり遅くならないようにね。一番小さいもんな、お前が。あ、違うよ、北斗さんの方が。ほが、ん、セリボーの負け。よしよし、気にするな気にするな。北斗よりりっちゃんの方が小さかったんだね。ねえねえ、あそこで福引きやってるの。もちろん知ってます。景品が結構良いのです。1位はハワイ旅行か。やってみない？あ、やってみたい。じゃあ買い物すればいいじゃない。おじさん、そのカジキってやつ丸ごとちょうだい。カジキ？あいよ、さすが姫様、気前がいいね。領収書お願いね、銀星学園天文部で。天文部にカジキはいりません。んじゃ、しののめさんポケットマネーでご馳走してください。はいよ、気をつけてね。つうか、こんなでかいものをどうするんだ？なぜ俺？あ、ちょうどいい紐があるよ。背負えたのか？似合うぞ。笑ってる場合ですか？部品に入れませんからね。うわ、ビチビチいってるよ。いやー、背中で生魚か。わにゃ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 。おお、動いてる動いてる。さすがにこのままじゃどこにも行けないね。え、なんで？
器って大きいしね。問題はサイズじゃないと思うよ。でも足とかだったらごまかせそうじゃない？私はアジを背負った人を見たら逃げますよ。私も。まあね。いやー、鱗が首に、首に。さあ、福引き引くわよ。おー、俺を助けて。福引き、残念だったね。ハワイが当たったら、そのお金を予算に回そうと思ったのに。ティッシュじゃね、うん、お前、くじ運悪いな。でも、ティッシュも役に立つからね。じゃあ、みんなで分けっこするか。なあ、カジキ、重い。私、福引きでティッシュじゃないのが当たったことないな。誰か聞いてくれよ。じゃあ、この辺でお開きにするか。俺のこのカジキはお前にやるから、美味しく食べなさい。結局、部費は無駄遣いですか？だって、持って帰るの大変だもの。集合時間と場所は覚えてるね。遅れたら容赦しないよ。やれやれ、明日から合宿か。部長が一番怪しいのですからね。何を言う。うん、また明日ね。はい。K はどうした？スバル、知ってるの？話しなさい。演舞場の方に行きました。あー、脱走？セリボン、リョータ、お前たちで捕獲してきなさい。諦めろ、ケ。そうよ、顧問の先生には私の方からうまくいっておくから。おかえり。脱走兵は銃殺だぞ。荷物運びまではちゃんと手伝ったじゃないですか。
はあ？お前はもう天文部の戦力なんだよ。前回の合宿にも参加したじゃないか。証拠写真もあるぞ。強引に拉致されたんですよ。それこそ証拠がないな。目撃者もいないし。なんて人格破綻者なんだろう。日野さん、登場します。大変だね、ケイ。おめ、他人事だと思って。さ、グダグダ言ってないで車に乗る。こうしてる間にも時は流れ、宇宙は膨張してるのよ。みんな乗った？今度は北斗か？どうしたの？日当たりがいい場所で日向ぼっこでもしてるんでしょう。たく、手間かけさせて。ほら、何をやっている？お日様がポカポカ気持ちいいのです。なのでお昼寝。まだ寝る時間じゃない。行くぞ。あうあう、昼寝。うるさい。あう。んじゃ、改めて出発。はい。なんだろうね、今の。どっかの業者じゃないの？全員作業服着てたし。部長、ご存知ですか？あ、まさか。うわ、ソラッチが目を見開いてる。りっちゃん、急いで合宿場に向かってください。早く。どうしたの、あかねさん。いいから早く。家でも建てるのかって分量だな。やっぱり。どうした、そらすけ。何をへたり込んでいる？こんなにたくさんの資材どうしたんですか？安心しろ、まとめて買ったから相当割り引いてくれたぞ。実に良心的な業者だった。ここしばらく、そりゃ突然の出費はあったけど、それでもなんとか予想の範囲内に収めてたのに。見通しが甘かったな、そらすけ。かぐや、なんでてめえはいつも私の邪魔。そうそう、忘れてた。これ建設に使う専用の工具や機械の領収書ね。おっつけ運ばれてくるはずだから。ああ。